真田幸男昭和23年1月12日は、日本の政治家。以下は肖像くらい。君党は、君三党。借位は男爵、学習院出身。貴族院議員、日本赤十字社常議員などを歴任。完成の改革を行った、老中、松平定信は高祖父。天保の改革の一翼を担った松城藩第八代、藩主。 真田幸ユは曽祖,祖父にあたり、教法の改革を行った第八代将軍、徳川・義宗の男系子孫にあたる。妻は、安倍・正常の娘、綾子。子に、真田広報、真田幸一。明治3年2月26日、真田美幸ユ教の四、男として生まれたが、父は幸代が生まれる前に死去している。父の養子師である公民が、 松代佐奈だけを継いでいたため、明治29年6月30日に分家し、特使により、家族に列して、男爵を受釈する。明治30年7月10日の第二に開発し、男爵議員選挙で、初当選し、貴族院議員に就任。研究会に所属した。明治37年の日露戦争に際し、朝鮮半島及び満州に派遣された。 満州丸に乗船して軍事視察を行う。この校により、明治39年4月1日にクンヨンと極日賞受章を受章。明治43年にはアルゼンチン独立100周年記念式典に派遣されるイコマに同行し、貴族院の食卓を受けて1年間の欧米視察を行った。 大正5年4月1日には、第一次世界大戦の功により、君三島随法賞を受賞した。貴族院議員は、連続4期28年務めたが、大正14年7月9日の任期満了と同時に、政界を引退、東京を離れて、長野県羽品郡松代町一番地の真田邸で、余生を過ごした。昭和23年1月12日、死去。 77歳没。あとは、長男の幸い国が継いだ。ありがとうございます。